こんにちは、粟田洋介です。今日はスケッチをもとにペインティングをするということをやってみます。絵を描く過程で修作というものがあります。本番で描くキャンバスとか紙に描く前に別のスケッチブックなどにアイディアをあらかじめ描いて下絵を描くみたいな作業を修作と言います。机の上で考えてもいいんですけど、今日は河原へ行ってスケッチをしてきました。久しぶりにここに来たんですが、菜の花が満開でとても綺麗でした。ここら辺に座って絵を描いてみようと思います。とてものどかな時間が流れていて、すごく充実感がありましたが、実はあんまり絵を描くことに集中ができてなくて、なんか途中で絵を描くよりもこの綺麗な景色を楽しみたいなと思って絵を描くのをやめてしまいました。こういう何にもしないのんびりした時間っていうのがアーティストには時には必要だと思います。で、今日は川へ行ってこんな感じの絵を描いてきました。私はあまり修作とか描かないんですけど、なんかこういうのを描くときはなんか部分的なアイディア、なんかこの辺面白かったなとか、この辺が面白いなとかね、例えば今回あんまり面白い絵じゃないんで、本番でもっと面白くしていこうと思います。今日はペンとインク、そしてその上から水彩絵の具で塗っていこうと思います。今日はこの小さい紙に描いていきます。パレットが見当たらないので、これを代わりに使います。Thank you.
絵が描き終わってこんな感じになりました。これは春を見た人々というタイトルにしました。で、元になったスケッチはこんな感じなんですけども、スケッチを無視して描きました。私が終作を描いたりするのはまあ何年かに1回ぐらい。今日は本当このビデオを撮るために終作みたいなことをしましたが終作をする必要があれば終作をするんですが、終作をしなくてもいいならしなくてもいいと思うし、まあどうでもいいやというわけで今日は終作をちょっと書いてみましたが、全然違う絵になりました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録などをよろしくお願いいたします。では次回またお目にかかりましょう。さよなら。